はい、皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったな。クロマサでございます。本動画は、三国志8リメイクを8歳でプレイして好天の世を目指すといった動画の内容になっております。はい、今回で第3回目ですが、前回はですね、前回はっていうか、なんかその超慢性とかとちょっと長くなったりして仕事をこなしつつみたいな感じですね。で行動がじゃないな。で次の表情を迎えて、さて、我が軍はどうなるかと、そういった状況でございますね。はい。で前回そうか、倉庫を雇ってくれみたいな、言われたんですけども、それを見事クリアしたという状態ですね。とんじょねー。で早い段階でちょっと結婚相手が欲しいので、なので、超慢性のとこはしげく通うといった感じ。あれ、ちょっと待って、今超慢性とこにいるのかな。あ、いるんだ。そっかそっか。書道武将って、いたいたいた。ありゃあ、ここじゃ話せないのか。旅車に行かないとダメだろうね。あ、もう終わっちゃってんのか。でダメか。まだ飽き足らぬか。稽古ね、これどうだろう。稽古やってみるか。断らせて。あ、ちょちょ、そっか。やめた。ちょっと待って、討論行けるか。いや、だ無駄だな。無駄だ、やめた方がいい。じゃあ、ちょっと待って。これ自分、確か自分のところに戻るのはお金かからないはずなんだよね。期間、お金じゃない、行動力か。うん。で、見聞を、最大値で見聞すると特技がもらえるのって、もらえるっていうか、もらえるはずなので、よろしいでしょうか。確立したら。ご自宅を大事になされませ。夫婦会話を重ねればいつかきっと。まあこれは原作の8の方では、まあ伴侶がいる場合は伴侶に話をすると一定の確率で特技を教えてもらえたりとかするので、そのことを言ってるんだと思われますね。はい。じゃあ休息ですね。習得、心得を不足してます。習得済みです。なんかよくわかんないんだよな、いまいち。ちょっとこれをどうすればいいかわかんないんだよね。習得済み、心得を不足している。あ、そうかそうか。なんかこのポチポチを3つまで貯めるとゲットできるとか、そういうことか。なるほど。まあ、とりあえず休息ですね。休養か。いや、早い段階でね、攻めないとやばい気がするんですよね。報告します。いいね、リュウカ。どんどんさ、この空白地を自分の自軍で確定させた方がいいと思うんだよなぁ。なぁ、なんだよね。過去と頑張ってんなぁ。うん。かたじけない。皆の者、志願のしどころか。
いや軍ってどうだろうな、でもちょっと人、いやでも人とか言ってる場合じゃねえか。いやザイヤ総人は欲しいよね。てか強っ統率90には強いな。ちょっとワンチャンやってみる、うまくいくだろう。本当かな、本当かな。決定。提案いたす。受けよう。お任せあれ。お見知りおきあれ。微妙なとこだよね。うん。問題ない。お、やった。すまぬ。あれなんか結構調子いいな。この力、震わせてくれ。書こうともけ、うん、ゲットしたし。すまぬ。情報か。いやちょっとライギター攻めろ、ライギター攻めるあれを出そう。うん、一案ある。提案いたす。提案いたす。あ、いいね。開墾はちょっとやってほしいんだよね。ちょっと自分は31でちょっといい役に立てないからさ、この2つぐらいしかできないんだよね。じゃあこっちやるか。お聞きくだされ。いや来月こそはさ、ちょっと攻めないと。聞け。おお。次に俺も大使かって言ってたけど、元々は史実的なこと言えば大衆スタートじゃないとおかしいくらいですけどね。なんだこれ、中間エンディング。大衆2月いる。中間エンディングってのが気になりますね。なんだろう。え、なんか終わんの。ああ、そっか、クリアできないのか。状況は選択肢において結果において、変動が生じます。エンディングってなんだ、普通のエンディングとはなんか違うのかな。なんかよくわかんないな。途中までみたいなこと。ちょっとね、大使になって人を、まあ人を管理するのはちょっと私はなんか性格的に苦手なのであんまやりたくないんですけども、ただね、ああどうしよう。ちょっとね、ちょっと超慢性のあれが心残りなんだよな。それだけやって、ああどうだろう。微妙なとこだな。微妙なとこだな。今期は普通の一般としてやって、で今期の最後の最後で対処になるか。よしそうしよう。とりあえず妊娠だな。かだね。良いでしょうか。中国古代、中国古代四名医の一人ですね、かだは。で、あと一回ぐらいいけるな、剣舞。で、補修ウッド。ありがとうございます。銃か。普通にやるだけだよね。休養。期限切れ。あ、そっか。
いや出さない、あれは達成させなくていいよ。こっちにとって得が何もない。悪役の果て、あー、いやー、なんか減らしたいよね。いやいやだやだ、絶対押さねえよこれ。うん、とりあえずちょっともう一回、あーでもあれかな、3030でいいかな。助かります。てか結局大衆になりたいから、今期の仕事のなんかその結果発表会みたいなところには参加しないから、普通に適当に仕事してもいいっちゃいいんですけど。少しよろしいでしょうか。一応まあね、なんだ、社会人としてわかんない、この時代に社会人みたいな概念があるかわかんないですけど、社会人としてねちゃんと働いてから、次に行きましょう。少しよろしいでしょうか。あ、見てなかった。なんか素敵なうんたらから、うん、で長万世に会いに行って、変わりなき様子、ほう、でもそんなに、まあ相性は割といい方ではあるけどね。彼ら多分25でしょ、で多分ハサイとかが5か140か0のどれかだったような気がするんだよね、貢献勢力って。でちょっと、超慢性のとこ行きましょう。ちゃんと増やしてる、ちゃんとなんか人とかさ投与してくれてんのかな。昔に比べたら多分 AI が頭が良くなってると思うので、うわ、なんか兵糧の資質がやばいな、全然足りてやばいってか、ちょっとやっぱやばいよな。はっていうか、やっぱ土地広げないとまずいよね。人が少ないの、少ないのって。所属部署を増えてないな、増えてないな、ちゃんと投与活動察してねえな。 AI さん頑張ってよ。やっぱり早く大衆になってどんどん積極的に広げないとやばいな。とりあえず、あ、旅人か。ちょっとでも旅人系はあのなんか武将として登用できないけど、特殊ななんかあれを持ってたりすることが多いので、彼にはね話がかけておこう。会話おお、びっくりした、なんだか信頼ね、はいはいはい。でも敬愛にしなきゃいけないからね、だいぶ頑張んないとな。贈呈か、ちょっと買って、ちょっと待って、文武不問か、物欲普通か、普通か、まあ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 、
今日もそう見ればよいのか。見てください。人相を見ておると世相が見えてくる。まずまずか。微妙なとこだな。とりあえず市場で何か買って水着物でも買ってお耳を拝借。商業を高められますよか。まあでも自分のとこじゃねえしなあ。てかそもそもできないのか。いらっしゃいませ。あららららダメじゃん。そっか。今後ともごひいきに。じゃあやっぱ話すだけで終わっちゃうな。なんかこれで超慢性の信頼度がちょっとアップみたいになってるらしいけど、多分説明だけで終わりそうですね。よいぞ。敬愛まではでも長いんだよね。よいぞよ。さてさて。お、なんか漏れた。なんかもらったが産んだらみたいな今言ってなかったっけ。気のせいか。よろしいかな。まあこんなとこで油売ってないで早く大衆になってどんどん攻めていかないとやばいっていう話ではあるんですけどね。よおちょっとこれでさ悪役減らせるかな。500はちょっと高すぎるよな。まあ悪者の顔してるからな、あからさまに。まあでも借金してるのは返さないのは良くないよね。肩代わりするとかそんな感じかな。あ、そっか。これがこの場で終わるのね。なるほど。70か。そうね。あ、これもできんのか。よいぞよい。よく覚えておくがよい。うん。よいぞよい。最大になってるぜ。とりあえず。あと何しようかな。あれかな、ちょっと任務行っとく。久々に。こんな依頼が届いてますよ。種まきやっていいか。
まあそうだよね。ずっとかがむわけだから農家の人も大変だよな。助かります。行動力まだあるな、うん、まだありますね。まだあるけどやること、あれかな、うちに戻って帰還して地元のまあ加工丼とかそこら辺とここは会話して交流を上げとくか。あ、なんか光ってんな。なんだこれ。習得。おー、で何がいけるの。どう、何がどうなんだこれ。どういうこと、わかりません。まあいいや。交流して、いや結構増えたな。ただあそうか、そうだそうだ、変わりないようだな。釣りか。構わん。変わりなき様子。釣りね。さて。あ、でも信頼だね。信頼になってる。いやちょっと稽古は無理だな。思い出したぞ。ボロクソにやれるな。討論はどこだろうな。なんかでも討論っていいのか。口喧嘩するってことでしょ。だって要は。わかんないけど。でもちょっと待って。加工丼は、あれだな。てか自分が知力47か。討論できる気しねえけどな。勝てる気しないけどな、討論。どうやって。で長領。おお、来たか。よしよし。ブーブー。ハハハ。うむ。お、なんかいいね、いい調子。めっちゃ盛り上がってんじゃん。面目ない。どんだけ盛り上がってんだよ。おお、あ、だいぶ上がってんな。これいいね。ちょっと調理を狙え、あとそう何回か会話するだけで多分いけるんじゃないか、素敬愛に。で、ゼロでしょ。一応なんか念のためにセーブしとくか。ちょっと大衆になってちょっとゴリゴリ戦っていきたいよね。ああ、大丈夫。全部もうやってるから。破砕の際は都市の長太を沙汰るにふさわしい。お主よって対する用意だ。感謝の極み。どこの大衆かかだよな。なんか隣接してない奥地とかに追いられたらちょっと困るんだよね。あ、ちょっと待って。大丈夫です。あ、自分で、いや、できるの？できるのか。ただ、配下があんまりいないとこはちょっと壊るよね。ああ、どうだろう、いけるかな。孫権をさ早い段階で下したいんだよね。ああ、
どうだろう、それとも関外のとこをちょっとお邪魔して、ここ攻めて竜壁、彼と竜壁と共闘で攻めるっていうのがありだな。ここも結構いいかもしれないな。情報、人がさどれぐらいいるかだよな。地図で見たいんだけど、あ、地図で見れないのか。所属武将は西南勝敗だな。でこう行ってこう行って下にどん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 行けばいいかなと思うんだよね。西南勝敗。あ、間違えた。西南の日の情報を見たいのよ。西南。3人か。でもこっちも3人だしな。いや、ちょっと怖いよな。でも5人か。孫権5人だから、なんとかなるかな。ちょっとじゃあ、考え悪いけどさ。ここをちょっと、ね。譲ってもろて。してね。まあ関外も強いからね、武力が。黄金刀の中では上質な部類の将なので、まあ彼も配下にできるっていうのはいいかもしれん。上限ね。ただあれか、そっか、一人残さなきゃいけないから、そうだね、一人だけにちょっとここしといてって感じになるかな。マジ超外か。ちょっとクソだな。まずいな。ちょっとうんこだな。庭園師、はい、皆の者、やばいな。てか人事人がいないよ。読み飛ばし厳禁ですよ。同様だな。誰これ、車検なんていい、初めて見る名前だな。原作エイトにはなかったぞこんな人。なんだろう、パラメータもないしね。なんか謎の存在だな。あー、龍福か。彼はパラ高いね。こういう人を、まあこっち悩むよね。まあただちょっとあれだよな、龍福ちょっと狙ってみるか。うまくいくかな。いや、うまくいく気がしないんだけど、ちょっと変えよう。てかあれだよな、軍師をさ任命したいんだよね。でも推奨か。いいだろう、やりましょう。いける？お聞きを。おお、いいね。これから。うん、すまぬ。でちょっと任命しよう。ちょっと勲章任命し、低いけどね。でもしょうがないよ。決定。お願いできぬか。仰せのままに。軍師はいない、いた方がいいからね。でも70だとさ、信玄の半分ぐらい外れるからな。まあ一応いた方がいいけどみたいな感じでね。ちょっともう一回さ、東洋行けるかな。
ちょっとマジで人がさ足りないのよ。あ、でもあれか、攻めらんないか。ちょっと待って、ダメだ。あー、軍事かな。よろしいですか。ちょっと待って、その前に全員ちょっと人を使い切ってからの方がいいな。艦外を結構やっぱり残しちゃったな。まあしょうがないわ。艦外残しちゃったな。武将を都市か、てか所属都市武将か。考えてる庭園師と彼はあれか、動かせないか。来たばっかで。どうなんだろう。劉福が動かせるんだったらさっさと出るのが吉だと思うんだよな。そう、ちょっと軍事でやってみるか。出陣、ここ行くしかないんだけどさ。あー、やっぱ3人か。まあでもしょうがないよね。どういうこと？なんかよくわかんねえな。破砕隊、これでいいんじゃないの？なんかダメかな。兵士、兵数マックスでいきたいんだけど、兵士マックス、これでやってきてる？できてるのかな。まあいいや。この手で肩をつける。肩もつける。もう人いねえから大丈夫だよ。ほら、そうだ。思いついた。提案いたす。お聞きくだされ。お聞きくだされっていう、なんか声と顔が合ってないんだけど。すげえ邪悪な顔してるよ。血は低いな。いやー、まあうーん、でもね、提案したのをやらせてあげる方がやる気が上がるんだよね彼ら。まあ統率だからまだ大丈夫かな。技術とかここら辺選んでるだけまだマシか。じゃあそれでいきましょうよ。よしよし、意欲高いね。ただそうすると治安やるやつがいなくなるな。双剣か。お、確か課金か。課金ね。お、まあ、己の鍛錬したいけどさ、それやってる場合じゃないのよね。よし、習得。甘露、結構なんかレアキャラ多いね。そろそろお会いすると占いに出ておりましたよ。本当かい。先が見えすぎるのも考えものでしてな。まあ好意か。ちょっとさ、人が欲しいよね。投与できたんだけどな、前はできなくなっちゃったか。それとも単純に、ただ単純に本当にいないのかな。これのさ、しかもやり方がよくわかんない。あー、なんかこういうこと？任務解けるように決められて。でも警備は結構
多分治安悪いから持ってて損はないと思うんだよな。相性もいいし、どうだろうな。これはまあ草刈りか。援護ね、これはなんかあれだよな、新しくできたパラだよね。イフがここにあるのね。あ、果敢ってそういう意味だったのか。一騎打ちで1ターン目に攻撃威力上昇。じゃああれか、必殺技とかもじゃあやって1回目でいいのか。必殺技で札の合計点出す。ちょっとでもあれだな、警備欲しいよね。ダメですか。そっか。悪名が減らねえな。減らしたいんですけどね、悪名。ちょっと移動してあれだよな、移動してちょっと任して、あー、ちょっと豚状ぐらいやっとくか。見て大丈夫、見て仕事して。だってね、やる人もいないから。はいはい、参加。ちょっとあれだね、微妙なとこだね。あ、ダメか、ダメだ、やべ、やっちゃった。向こう行っても足りないか。これで氷20使っちゃうよね。いやでも彼らと仲良くなってもなってところはあるんだよな。ちょっと来月に持ちこさ、持ちあれだな、持ちこそう。悪の娘何だそれ。ちょっと気になるワードが出ちゃったな。あー、ちょっと待って、これなんか嫌な予感がする。やっぱ結婚だな。正気って言うんだ。あー、いや、どうする。いや、ちょっと待って、こいつ悪いやつかよ。いや、あんまりさ、そういう悪行プレイ好きじゃないんですよね。結局悪の婚約者ができるっていうのは魅力的なんですけど、ちょっとやっぱやり、うわ、危ない危ない危ない、やりたくないな。ちょっとやらない。ちょっと待って、どこに課金がありつったっけ。過去のなんかその、あ、履歴、情報の履歴は出ないか。情報の履歴見たいんだけどね。ちょっと無理か。てかあれだな、ちょっと待って、情報で勢力、まあまあ違うじゃん。都市だね、都市。在野がさ、どれだけ在野いっぱいいるとこに、ダイヤの状態わかんないのか。あ、いや、いや彼じゃん。マジか、誰もダイヤいないの。結構なんか人いたと思ったけど、取り尽くしたのかな。てか、それとも悪名が勢力が高いから逃げちゃったりとか、そういうのもあんのかな。じゃああれだな、やばいな、3人でなんとかしなきゃいけないのか。でもちょっと待って、課金がやっぱどうって言ってたよ。てかあれか、確かショーだったかな。各事務所とか仕事、トンジョとか工房とかとこで見分をすると確か在野って見つかるんですよね。その前にあれだな、ここでちょっと見分してみるか。あ、普通に特に何もなく。
あれだな、でもそれだったら、それだったらあれだな、義兄弟とかそっちのやることがないんで、そっちの方に持ってった方がいいかな。加工と、あれ長領は長領は大丈夫、あ、龍服になってる。ちょっと待って、長領でも小っつってたよね。ちょっと小、あれ円だったっけ小だったっけどっちだったっけ、やべ忘れた。とりあえずでもあれだな、巨匠だな、巨匠巨匠。まあまあいいや、なんか交流だな、交流して、あれってか長保どこ行ったんだろうね。話を聞かせてくれ。会話だね。悩んでるね。うん、はい。ちょっとあれだな、縄文で、それはね知ってるんだよそれは知ってるんだよ、知ってるからその情報はあまり価値がないな。ザイヤの情報がないな、ザイヤの情報がないな。よろしいでしょうか。おお、お見知りおきあれ、英語覚えてくれ。ブハンコク片腕切られちゃった人じゃん。いや、するするする、思いついた、いけるかな。構わんぞ。オッケーオッケー、申し上げる。決して期待を裏切ることはありますまい。ただちょっと尊敬相手だからさ、欲を言えばさ、 10人ぐらいで攻めたいんだよね。トントンでやったら多分きついと思うんだよな。おお、お見知りおきや、覚えておくがいい。竜葉じゃん、ちょっとこれ欲しいな。思いついた、断るぞ。あー、ダメか。いや、竜葉欲しかったな。断るぞって断れちゃったよ。ちょっと待って、自宅で、いやだってこいつすごいよ竜葉。あれ、すごくなかった普通だったそっか、じゃあ別にいいか。おお、お見知りおき、初めてお目にかかる。いけるかな。怪しきこと。オッケー。申し上げる。忠誠を誓います。ちょっとあと一人ぐらいいけないかな。ちょっとあと一人ぐらいいけほしいよね。勝敗か。うん、ダメか。オッケー。
いや正気はちょっとやんないよな。うん、いやちょっと攻めないとね。一大事にございます。やばいやばいやばい、マジで。いやするでしょそれ迎撃。やばいなちょっと。あまずい、ちょっと待って、これちょっとこれちょっとやばいぞこれ。これちょっとやばいね、やばいけど、マックスか、マックスマックスか。いやちょっと兵数がやばいな、差が開きすぎてんな。ちょっとこもってこもってやるっていうのもな。いやでもこれでいくしかないよな。逆のがよくね。これ伏兵伏将ってなんかやってるといいんだったっけ。でもあれか、品管が低いから、あの階級が低いから保持できる兵が少ないから、あれか、その定員使を上にした方がいいのかっていう勝手に解釈してるんだけど、どうだろう。っていうかあれはちょっと待って、武安国じゃなくて、ああ失礼、ああまあそうだな、ちょっとやっぱダメだわ、これでいくしかないな。勝てるかな。いや援軍欲しい。ちょっと待って、援軍どうやってやるの。援軍を寄せずに集中しますか。援軍をどうやって要請するんだこれ。あ、これか、援軍要請、ここでしょう。あーそうなのね、 OKOK、 こことここできるね。これはでも援軍を待ったら勝てるかな。援軍来てボコボコにするか。手で肩をつける。初戦闘だ、初戦闘。なんか狭い印象だな。軍議を始める。いかがでしょうか。失礼します。このようになっています。まあでも2人で来てるっていうのがね、まだ救いかな。軍議ね。ちょっと待って、策略は、策略はいける。ご説明します。ここは注意が必要です。息喪失、家計、新山家計、待って、2個しかできないのか。ちょっとね知識がなさすぎてさ、4式が、とりあえずこれいってみるか。
上級者向けですが。上から来るか下から来るかだよな。あー、ここ行くかな、どうだろう。なんかでもまあでもこっちの方が行くか。てかまあもう設定してんのね。申し上げます。4日後か。申し上げます。オッケーオッケー。兵は大きを益ありとする。津田健太郎。戦軍奮い立ち、武を示せ。全軍奮い立ち武を示せなんですけど、どうだろうな。ちょっと収録的に、時間的にちょっと厳しそうだな。一旦ちょっとあのここで今回締めさせていただきます。まあ、次回は初の戦い、まあ、北海の戦いとでも言うんですかね、からスタートということでよろしくお願いいたします。はい、それではね、次回の放送でお会いいたしましょう。クロマサでした。バイバイ。